こんにちは、としです。今日は二の腕と太ももの引き締めの運動をやってみようと思います。で、どんな動きをするのかというと、ブーン、プス、空手の動きで二の腕と太ももを引き締めようという記事から実践してみたいと思います。では早速二の腕の引き締めの突きの動きからやっていこうと思います。肩幅ぐらいに足を広げて、ちょっとか腰を落として安定させてやりましょう。で、手のひらを上に向けてグイ握ります。で、この位置から前に腕を内側にひねりながら前に突き出します。やることはこれだけ。あとはパンチを早く打っていった方が二の腕シェイプには効果的だと思います。というか効果的です。ゆっくりやるよりも早くやった方が二の腕のシェイプアップには効果的です。これをボクシングのパンチみたいに、その足を前後に、左足前、右足前とかに構えてやると二の腕シェイプにもつながります。ボクシングはちょっと手の位置が高いですが、これの方が、肩周りもシェイプアップにつながります。で、足を入れ替えて左を打ってみたりとかして、左右バランスよくやると、いいと思います。じゃあ次は蹴りの方を行こうと思います。この記事には前蹴りで書いてあったので、前蹴りをやってみようと思います。前蹴りはちょっと前後に足をボクシングみたいにやった方が蹴りやすいかなと思います。前の足で膝を上げて蹴ると前に足を突き出す感じで蹴ります。反対側にします。足を入れ替えて膝を曲げて蹴ります。キックはあんまり得意じゃないので、これぐらいにしとこうと思います。あとは音楽に合わせて、リズムよくちょっとダンスっぽくやったりすると楽しくできると思うし、ストレス発散にはちょっとイライラする嫌な人とかを目の前にイメージしながらパンチをしたりキックをしたりするといいんじゃないかなと思います。それでは試してみてください。バイ。